アコーナー65ポンド永田悠仁。451日ぶりのノーマットでの戦い、永田悠仁。アコーナー65ポンド井上。満を持して登場となりました永田悠仁。シングルマッチ30分の一本勝負、本日はスポット参戦となりました永田。5大会の参戦が決まっています。初戦は井上正夫戦。今ゴングを聞きました。永田悠仁、そして井上正夫、井上コールがまず先に沸き起こりました。それを聞いて少しやりにくそうな表情、仕草を見せた永田。しかしその後すぐさま永田コールも起こりました。改めてコンタクトを図ろうという両者、まだファーストコンタクトありません。リングに自ら飛んだ井上、制しておいて自分のタイミングでがっちりと組んでいこうと井上、今組み合った。永田左、右が井上。プロレスリングノアの選手会長でもある井上、井の一番でこの永田と対戦することになりました。そして新日本プロレスの選手会長もこの永田悠仁、両者が選手会長。まずどんな戦いを見せるか。この試合の放送の解説は桃田光さんです。桃田さん、はい、まずこの永田が本日はスポット参戦するわけですが、注目されるのはまずこの初戦、井上とのシングルマッチ、どんな戦い方をするかですけどね。まあ、それが一番ですけどね、まあ、あの永田選手がですね、ノアのマット上がるということですね、はい、特に何戦か出るというわけですから、はい、カネディとすればやっぱりその新日本の看板を背負っているという気持ちも当然ありますでしょうし、ね、下手な試合はできないという気持ちは強いんで、プレッシャーは必ずあると思いますよ。一方井上の方はどうでしょうかね。そうですね、まあノアの選手会長としてね、はい、当然負けられないっていう気持ちを持ってると思いますけどね、少なくてもやっぱりその試合内容がものすごい重視されるんじゃないかなという気はしますよね。なるほど、やっぱり恥ずかしい試合は絶対できないという気持ちがお互いにあると思いますね。今井上正夫はよしよしと、なんとなくこの永田悠仁のプロレスというのをちょっと肌で感じたか。試合の立ち上がり、ある程度相手のそのスタイル、どういった風に攻めてくるか、どんなプロレスをするか、そういったものがどうでしょう。最初のこのコンタクトしてから何分ぐらいでレスラーというのは分かるもんなんですかね。いや、最初にですね、タイアップした時点で相手の力っていう、要するにパワーの面とかそういうのがですね、ある程度把握ができるんですね。ということは先ほどのガッチリと組み合ったある瞬間に、このぐらいっていうのが分かるわけですね。多少ですね、まあ、要するにその相手の力量っていうのが、まあどうですかね、最初のタイアップで3分の1ぐらいは理解できるんじゃないですか、ね、ある程度分かってしまうわけですね。ただそれ以外、要するにその例えば永田選手なり、はい、井上選手のその技がありますよね、これはやっぱりやられてみないと分からないで、ね、からないということですね、どれほど自分にそのダメージを与えるかっていうのはね、これはもうやられてみないとちょっと本人は絶対分からないですからね、はい、戦いを求めてやってきました。ここで戦わせてくれませんかと、今度は開幕戦ノアの後楽園ホール大会に乗り込みまして、三沢の立つリングに上がった永田、プロレス界の頂点に立つためにはプロレス界をよく知りたい、まだ戦ったことのない選手がこのマットにはいたんだ、そう言ってノア参戦を決意しました。あ、これセコンドは新日本プロレス中村慎介に今姿を捉えました。中村も1ヶ月後高山の持つ NWF 王座に挑戦することが決まっています。今回は遠距のため、永田さんは高山選手を破ったこともある、だから永田さんのセコンドについて勉強したい、そして何よりも高山選手の試合もじっくりと視察したいんだと言って、新日本プロレスに直訴してこの永田のセコンドについてまいりました。中村慎介をコーナーで見守っています。その見守る視線の先で永田がまず井上の足を捉えました。アキレス腱固め、一流選手でありプロレスに意欲的だというその永田に敬意を表した三沢、スポット参戦を認めました。結局今日の富山大会の井上戦を皮切りに、6月6日日本武道館大会の田植え戦まで全5大会に参加が決定。 5.16 仙台大会では秋山と6人タッグで、
5.31 札幌大会では三沢とタッグで対戦します。桃田さん、はい、興味深いのはですね、はい、永田といえばもちろんノアとの接点は秋山になりますよね。そうですね。秋山が言っていたのは前はもちろんそのパートナーを組んでいた、はい、ただ今回に限っては永田は敵としてやってくるわけだから、はい、もう前のような気持ちでもないし状況でもないと、はい、ですからコテンパンに叩きのめすだけですよと言っていましたね。まあ、秋山選手 の気持ちとすれば当然そういうところになると思いますけど、ね、はい、当然永田選手の試合を各選手がある程度視察してるんじゃないかなという気はしますけど、ね、なるほどね、三沢も永田について言っていました。敵対意識はない、お互いが刺激し合って技や、あ、これは高山ですね。 IWGP 戦そして NWF ダブルタイトル戦に勝ったこの永田から IWGP のベルトを奪った高山、片隅で見ています。これはどんな思いで見ているんでしょうかね。そうですね、それ以降の要するにタイトルマッチ以降のね、永田選手のその流れの変化とかそういうのを把握してるんじゃないですかね。あ、なるほど。やっぱり人間ってのは一つ負けるたんびに強くなるっていう場合ありますんでね、必ずしも勝つことが強くなる条件じゃないですから、はい、まあ、高山も、まあ、小橋あるいは三沢その前に、まあ、その三沢小橋というのを追い越すことができない時代もありました。そうですね。しかし今はなんといってもベルトを2本巻いている、そしてなんと GC まで狙ってこようかという。そうですね、その高山ですからね、まあ、要するに高山選手も初期の段階で要するにいろんな選手に負けて、はい、負けてその強くなったと、はい、そういう部分っていうのがありますんで、あ、そして桃田さん、あ、田口選手も見てですね、見てますね。最終戦 6.6 日本武道館大会でその最後の永田コンツアーの5大会目田上とのシングル戦が控えています。まあ、田上選手とすれば当然気になるところだと思いますね、はい、どんな試合をするのか永田裕二、まあ、今回コンツアーで5大会に参戦することが決まった。何かありましたか。井上選手がちょっと出血してますね。あ、そうですか、目の脇かどっか切ってる。先ほどの場外での攻防の中で繰り広げられたその中での出血かどうか。あ、出血しますね。そうですね。これは左目これは左目ですね。まぶたのあたりですか。まぶたですね。まあ、まぶたっていうのが一番要するに切れやすいのは切れやすいんですけどね、まあ、ボクシングの試合などでもね、こうスッというこうパンチで簡単に切れてしまいますけれども、まあ、試合にただね、まぶたを切ると目の中に血が入りますんでね、はい、そうするとなんていうんですか、膜が張ったようになって、ものすごく見づらくなるんですよ。そうなんですか、それがちょっと心配ですけど、出血自体はそれほどきつくないですから問題ないと思うんですけどね。その出血がどのような形で影響してくるかどうか。しかし井上もやはりちょっと気になるようです。一旦ここでレフリーからチェックが入ります。問題ないとレフリー判断しまして試合が続けられます。さあ井上が永田を捉えました。永田を捉えておいてグイッと絞っていく井上正初めての対戦なので不安はあると言っていた井上、ただそれは条件は向こうも同じ。具体的に試合に入ってしまえば、まあ、腕の取り方あるいは技の攻防の中で足の入れ方そういった細かいところにも団体間の差というのがあるかもしれないと、はい、ちょっとまあ神経質になっていた井上正なんですけど ね、 そ、 うですね、それはあると思います、ただその一応井上選手はやっぱりホームゲーム的なね、はい、ニュアンスがありますので、精神的にはね優位に立てると思うんですけど、やっぱり永田選手の方がやっぱり厳しいですよ ね、 すねノアの会場で試合するわけですから、はい、当然そのノアの声援の方が多少何とも多いと思いますので、はい、そこら辺はやっぱり永田選手の方が精神的にはやっぱりプレッシャーかかると思うんですけどね。まあ、三沢が言っていたのはフライングニールが決まっている、敵対意識はそれほどないんだと、お互いが刺激し合って技や試合運びなど、あ、秋山の姿を捉えています。以前はパートナーとしてタッグを組んでいました。その秋山は 5.16 仙台大会でこの佐野と佐野永田青柳その3人と
タッグ戦を控えています。秋山、斉藤、泉田組6人タッグが決定している仙台大会です。まあ、その秋山が今回はやるからには敵なんだからもう徹底的にやってやるというコメントを先ほど言っていましたよと永田に言いましたところね、はい、そうでなきゃ困りますよと非常に楽しみにしているようなそんな笑顔さえ見せていたんですね永田。まあ、選手の立場からすれば、はい、当然要するにその相手の要するにホームグラウンドへ来て、いい加減な要するに攻撃をされてもね、はい、本人も納得いかないだろうし、何のためにここへ来たのかわからないわけですからね、はい、思いっきりやってもらった方がいいっていう永田選手の気持ちからすれば当然そうだろうと思いますし、なるほど。で、まあ、ノア側から言えばここへ上がったんだから目いっぱいやっつけてやるよっていう気持ちは当然あると思いますね。とにかく永田裕二とこのノアの接点は秋山と言ってもいいでしょう。その接点の歴史を振り返れば2001年の3月01の旗揚げ戦に出場した永田橋本とタッグを組みまして新日本勢として初めてノア三沢秋山組と対戦しました。まあ、その時の対戦で永田に興味を持ったという秋山がその年の6月藤田永田の IWGP 戦を視察に出かけました。7月には逆に永田がノアを訪れまして秋山三沢の GHC のタイトルマッチを視察しました。まあ、その秋山と永田がこの橋の架け渡しみたいな存在になりましたからね。そうですね、はい、今まではその閉ざされていたその道というのを開いたのが開けたのが永田そして秋山でありました。さあここから打開していこうという井上雅夫ミリオンダラーバスターの構えに入っている。後頭部を打ちつけていきました井上。2001年の10月には新日本プロレス東京ドーム大会でノア勢として新日本初上陸を果たした秋山とタッグを組みました永田裕二。さあここで井上が永田を担ぐかアルゼンチンで。しかし永田が逃れる。アルゼンチンで担いでいこうという永田担いでいこうという井上。永田はここはうまくエスケープ。おっと投げてきたバックフリップで思い切って投げていきました。相手の力を利用するような形。さあ改めて挑んでいく井上。まあ、試合前必ずこの永田選手をアルゼンチンで担ぎますよと力強く言っていた井上。今担ぎました。永田が初めて味わう井上雅夫のアルゼンチン。まあ、新日本プロレスでも中西学のアルゼンチンはもちろん経験してはいると思いますが、さあしかしこれは掲げ上げられているそこでもうヘッドロックに捉えてスケールですね。そうですね、この辺はもしかしたら考えてきていた部分があるかもしれませんね。まあ、対戦を見た途端に相手のことは、あ、そして永田ロック、永田ロック2、永田ロック2が決まっている。井上雅夫が初めて味わう永田ロック2。さあグイグイと、そして怪我もまぶたの上切ってますからね。そうですね、これが絞り上げられることによって、いや今足が届きました。サードラウンに届いた。今日はアルゼンチンで永田を担ぎます。そして気をつけなければいけないのは永田ロック、その3種類は食らいたくないですねと言っていました井上雅夫。しかし永田ロック2、サードロー奥に足をかけてなんとかエスケープ。エルボーで打ち合っていくリングの中央、肘の先端、鋭い部分が相手の頬を突き抜くか、顎へのセンター、そしてフットボールを丸めていったぞ、丸めていった、一瞬で決まるか、そしてトタブ、そしてバックドロップ、そしてホールドしている。これはどうだ、決まった、カウント3、幸先スタート。ノアのマットに大きなうねりができたか。ここからがスタート。永田裕二、これほど敬礼が似合う男はいない。ノアに敬意を払うのか、あるいはこれからノアに大きなうねりを起こすという決意表明か。敬礼を見せました永田裕二。